この舞台の鳥を飾ってくださいますのはこの方々です。名古屋おもてなし武将隊。名古屋の魅力を全国に伝えるため名古屋にゆかりのある武将6人、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康、加藤清正、前田利家、前田慶次と4人の陣が栄えで結成。名古屋城での演舞などのおもてなしの活動を中心にさまざまな分野で活動しています。迫力の演舞と男気あふれる振る舞いをお楽しみください。それではご登場いただきましょう。名古屋おもてなし武将隊の皆さんです。ありがとうございます。いやいや、トーマさん、はい、今度はなんと先ほど全国武将隊天下一決定戦、はい、第3回が3回発表に相なりました。さようでございます。誠にめでたきことでございます。ありがとうございますな、はい、そしてしかしだからね、はい、そしてですね、この度たくさんの武将隊が集まり、はい、みんな戦を繰り広げるということになるんですけれども、さよう、この度は前哨戦、はい、祭りでございます。大丈夫でございます。ということで、はい、本番までおみんな仲間じゃ。仲間でございますね。仲間でございます。もう祭りですから、はい、みんな一丸となって盛り上がってまいりましょう。はい、あなたも仲間、あなたも仲間。そうですね、はい、あなたも仲間、仲間だと思う方拍手して、はい、みんな仲間になりたいんですね。大丈夫でございますね。ありがとうございます。もう我らの仲間入りでございます。最後にございます。はい、そのためにですね、はい、では今から演舞始めてまいりますが、皆様仲間になったということですね、はい、景気づけにここで一発勝ち時を上げて演舞を始めてまいりたいと思います。やってまいりましょう。皆様ですね、勝ち時ご存知ですかの勝ち時じゃトレーと申しましたら、えいえいおえいえいおえいえいおとこのように3度声を上げていただきと思います。はい、それでは皆様、右手の拳を準備していただいてもよろしいでしょうか。拙者の勝ち時じゃそれの合図で皆様で勝ち時を参りましょう。はい、それでは皆様参りますぞ。皆の者、勝ち時じゃそれ。えいえいおーえいえいおーえいえいおー。素晴らしい、ありがとうございますね。ありがとうございます。さあ、我ら名古屋おもてなし武将隊は400年前よりよみがえりし者の不襲だ。本日は現世という戦国の雪の皆様方にたくさんの元気とありったけの雪を精神してお届けする所存でございます。世は太平なる、その暮らし役にあらず、民は必死に生きております。その様は400年前戦国の世と何も変わりません。故に方々はよみがえる。ここはどこじゃ。戦場にございます。ここは桶狭間か。違います。ここは三方ヶ原か。違います。猿。ここは長篠か。違います。ここは関ヶ原か。違います。ではどこじゃ。日の本の国、平成丸の合戦場にございます。であるか。皆の者、出陣じゃ。あWe'll be right back.
と幾十年、最後の最後に全国を制覇した天下人、徳川家康。共に大手遠き道を行くがごとし、急ぐべからず。三つ葉の葵が主を導かん。尾張名古屋海部のぞ、徳川家康。はあ、生まれた身分が低くとも思いがあれば何でもできる。戦国志を捨てがしな
ステージでした。第1回大会、第2回大会、第1位ということで。違うね、しびれるな。いや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 、天国武将のヒーローやからな。天下一を取るためにはライバル。いやいや、足元だよ。行ってみたいな。ここは桶狭間か。違う、やりたいな。真田あんまりね、戦う場所ないから。ここは上田城、ここは大阪城か。おや、2回しかないじゃん。みんなやりたいな。まあでもね、本当にあの本戦大会の出場の決まっているチームにご登場いただきましたが、信州上田おもてなし部長隊もどんなステージを送ってくれるのか、皆さんにもぜひ楽しみにしていただきたいところですね。私自身も楽しみや。何やるかわからんから、もっと期待していただきたいと思います。さあ、以上でですね、今回の演舞ステージ5戦の部は終了とさせていただきます。午後の部ですが2時15分から行いますので、ぜひ皆様またこちらステージの前にお越しください。演舞ステージ午後の部の方はですね、本日出演の武将隊によるコラボトークステージもございます。セントリア出陣祭りの名物となりつつある武将たちによるフリートークのコーナーとなっておりますので、こちらも見逃せませんよ、ぜひ楽しみになさっていてください。ということで、こちらのステージ一緒に司会を務めてくださいました真田幸村様、どうもありがとうございました。ありがとうございます。まだ午後の証拠もりもなく来るよ。よろしくお願いします。お待ちしています。ありがとうございました。はい、ということで以上をもちまして午前の場終了となりますが、ここから皆様に嬉しいお知らせがございます。本日は武将隊コラボレーションステージにて武将隊の直筆サインポスターが当たる抽選会を行います。この抽選会ですが、抽選会参加券に書いてあるクイズにお答えいただきまして、抽選ボックスに投函していただいた方、正解者の中から抽選で10名の方へのプレゼントとなります。発表が3時30分より行われますコラボステージの中での抽選となります。その時間、ここに当選者の方がいらっしゃらないと抽選は再抽選無効となってしまいますので、ご注意ください。ではこの受付方法なんですが、ただいまよりステージ左手にあります机にて皆様に応募券をお渡しいたします。参加券の配布を行いますので、ぜひお受け取りの上クイズにお答えいただきましてご投函ください。この抽選券の配布なんですが、2時30分締め切りとなりますのでご注意ください。3時30分からのコラボステージにて抽選を行います。その際にこちらの会場にいらっしゃらなかった場合、当選者の方がすぐに取りに来てくださらなかった場合は再抽選となりますことをあらかじめご了承ください。さあ、それでは皆さんぜひね、抽選券お受け取りの上抽選会ご参加いただければと思います。